これは、野球センスに恵まれた投手の物語。全国大会優勝した投手が、打者として生きた物語である。大学生で140後半のストレート、スライダーとチェンジアップで相手打者を次々と打ち取り、さらに高い打撃技術で自ら点を取る。二刀流の選手として素晴らしい活躍を見せた。しかし、彼は二刀流というものに興味はなかった。なぜなら二刀流をすることに対する仕事の量を考えると、試合出場回数も増え、さらに疲労も半端じゃない。プロの世界に行けば投手一本で精一杯。そんなことを考えており、彼は投手一本で生きていくことを決めていた。もちろん彼はドラフト1位でヤクルトから指名。二刀流の可能性を諦めた彼はどんなピッチングを見せてくれるのか。今回はそんな甲子園優勝投手、秋元博正のプロ野球人生を見ていこう。ということで皆さんこんにちは。今回はドラフト1位、甲子園優勝投手である秋元のプロ野球人生を見ていきましょう。投手としてチームを引っ張り、さらに野手として点数を取る。二刀流として活躍してほしいが、秋元は投手一本でプロの世界を生きていくそうだ。それならば投手としてチームに貢献し、勝利を導いてほしい。ということで1年目。秋元の能力が判明。左打者を得意とする投球、最高球速148キロ。スカウトの調査よりも優秀な能力ということで期待が高まる。せっかくの野手能力を生かさないのはもったいないと思われるが、まあ、投手として活躍すれば問題ないだろう。しかし、残念ながら彼の成績は最悪。一軍昇格をすぐに果たすもまるでピンポン玉のように軽い球はスタンドに簡単に運ばれ、2桁の敗戦を味わう。はっきり言ってこのままだと使い物にならない。そんな彼を見た斉藤コーチは秋元に指導を開始。まずは防御率6点台をなんとかしてほしい。続く2年目。スライダーのキレが良くなるも残念ながら軽い球の影響は大きい。全日本選手権優勝投手なのにはっきり言ってしまえば期待外れ。ファンからはなぜ2軍に落とさないという声が常に飛び交っていた。だが首脳陣は秋元の実力を信じていた。彼はまだ才能を発揮していないだけ。彼の可能性をまだ信じていた。続く3年目。秋元は期待に応え防御率 3.38。勝利数2桁を記録し前年の期待を大きく塗り返した。さらに年俸大幅アップの8900万。ファンも、今季は秋元はなかなか良かったな、と言われた。最高球速150キロで相手打者を抑える。そんな秋元に来季も期待がかかる。しかし4年目。残念ながら再び防御率 5.10。投手としての実力を発揮することはできなかった。チームの打線のおかげで勝率2桁を記録するも、彼はチームにとっても早お荷物。今すぐ2軍に行くような成績で終わった。もちろん首脳陣からも、今のような成績が続けば2軍落ちは確定。来季から気合を入れなければならないぞと言われる。秋元は来季、人々を納得させる成績を残すことができるか。続く5年目。前年ほどひどい成績を残すことはなかったが、防御率4点台というやはり微妙な成績。勝利数2桁を記録するも先発投手として使えるかは難しいところ。その結果秋元は2軍降格という決断を下される。次の年に1軍昇格を果たせるかが彼の見どころとなるだろう。ファンからは、やっと秋元降格か。2軍で1億7000万って完全に血迷っているだろ。多くのヤジが飛ばされた。来季1軍に返り咲いてほしい。続く6年目。秋元。残念ながら2軍から這い上がれず。150キロの球速があるも彼の最大の弱点である軽いボール。これを直すコーチも見つからず、この球が完全に秋元の足を引っ張った。ここまで来ると投手として生きていくことは無理かもしれない。せっかくの150キロを生かすことができないのだから、引退を考えた秋元だが、打撃コーチを大内に呼び止められる。打者に転向してみないか。とのこと。なぜ大内がこう思ったのかというと、彼の数年の打率。試合出場回数は少ないが2割後半、3割を記録している。つまり投手としてではなく、打者の道が彼にあると考えた。秋元も一度は打者を捨てた身ではあるが、このままで終わるわけにはいかない。そのため秋元は打者転向を決意。来季から、秋元の打者人生が始まる。続く7年目。ついに秋元の野手人生が始まる。野手転向後すぐに1軍に昇格。406打席を行い打率2割4分。OPS5 割6分と低いが転向後にしてはまずまずの成績を残せた。大内コーチの特訓により猛打賞を狙えるバッティングを身につけるも、このような結果に終わってしまったので、来季は長打、打率ともにアップを図りたい。続く8年目。なんと秋元。打者転向して間もないのに体の劣化が始まる。なんと秋元は超早熟だったことが判明。成長期間をまさかの投手に費やしてしまった。
こうなると秋元の活躍も危ぶまれる。そんな中打率2割7分、前年よりも OPS を上げ、なんとか打者としてプロ野球に食いつく姿がそこにはあった。来季は打球弾道を上げ、長打率をさらにアップさせたい。続く9年目。残念ながら打球弾道をアップさせることなく打率2割6分を記録し、100安打を達成。体が衰えてきたこともあり技術をつけなければならない。そんな中坪井コーチの指導を受ける。ヒットを打ちやすい技術と初球に強いバッティングを身につけ、さらに打率アップを目指したい。打者転向の秋元を見て多くの人が応援してくれている。全力で頑張ってほしい。続く10年目。秋元はヒットを打ちやすい技術を身につけるも試合出場回数が少なく、自分のセンスを活かすことができなかった。その結果本塁打は愚か、打点も0。活躍することは全くできなかった。そんな秋元を見た朝山コーチは指導を開始。朝山から技術を受け継ぎ今季より多くの試合出場を果たしたい。続く11年目。初球に強いバッティングを身につけるも、やはり能力の低下により試合出場回数は少ない。打撃技術を身につけた秋元だが、試合出場できなければ意味がない。そんな彼を見た津田コーチは秋元の指導を開始。意外性のあるバッティングでチームに貢献してほしい。続く12年目。今季は試合数も増え、打席も前年と比べ物にならないほどの数をこなす。しかし打率2割、OPS5 割という打者として非常に厳しい結果に。そのため年俸は大幅ダウン。彼の引退の時期も近づいてきた。続く13年目。チームが負けている時に真の力を発揮。打率2割2分、OPS5 割8分。正直優秀な成績を残せていると言えないが、前年に比べると少しマシになった。しかし得点圏を苦手とする打者になり、来季の活躍がさらに危ぶまれる。果たして体の衰えている秋元はこれからどう成績を残していくのか。続く14年目。前年より出場回数は減少。体もプロ野球選手と言えないほどに衰えてきた。しかしそんな中でも打率2割8分、OPS6 割を記録。再び年俸はダウンし、秋元はプロ人生に終止符を打つ時期が近づいてきた。ここからはしがみついていくだけの野球人生になりそうだ。続く15年目。初球に強いバッティングを忘れてしまい、試合数は多いものの打率2割。もはやなぜ試合に出しているのかというレベルだ。このレベルになるとさすがの首脳陣も黙ってはいられない。次の年には結果を残したい。しかし16年目。やはり秋元は限界のようだ。打率1割7分と見るに耐えない成績。57打席立たせてもらえたというのももはや奇跡に近いレベル。その結果年俸は1000万を切る。この調子じゃチームに迷惑をかける。そのため秋元はある決断をした。続く17年目。秋元。引退を表明。最後にチャンスを苦手とする性格を直し、打率1割9分という成績で。秋元のプロ野球人生は幕を閉じた。全日本選手権優勝投手が投手としての人生を諦め、打者として生きた奇跡。最終的にいぶし銀な打撃を見せ、ここぞという場面で非常に頼りになる姿を見せたのではないだろうか。彼の入団から成長までの能力変化、早熟だが17年間頑張ってきた彼の努力はこれからの人生で間違いなく生きるだろう。投手として5年間、打者として12年間、秋元にとって一生の思い出となることは間違いない。彼は引退後知り合いの人物の紹介で飲食業を営んでいる。知名度のある人間がよくやる飲食業ということもあるが、かつて投手で打者に転向した秋元は、別のことに挑戦するという意識ができた。全日本選手権優勝投手だって、プロの世界で通用するかはわからない。だが、彼にとってもう一つあった別の可能性。この可能性こそが彼の人生を大きく変えた。小さな光が差し込んでいたら、すかさずその光をたどる。彼はそんなことをプロ野球を通じて学んだのではないだろうか。野球とは離れ、飲食業の世界に飛び込んだ彼の挑戦は続く。秋元の、目指すものがある限り。大学時代、投球成績も打者としての成績も良く、自分は間違いなくプロの世界で活躍できるだろうと思っていた。だけど投手として行きたかった自分は、二刀流という選択肢を捨て、投手のみで名を残そうと思った。だが、投手としてはダメダメ。そんな中一度捨てた打者という可能性で、プロの世界に生き残ることができた。自分の本当の実力は、やってみなければわからない。そんなことを感じる、プロ人生でした。